はい、皆さんこんにちは、レイです。僕の新しいバイク、通勤スペシャルにしようかななんて思ってるんですけども、そのヤマハのテネレ、カスタムをですねじわじわやっていこうと思うんですけども、とりあえずそのスタートのところだけはここまで先に終えちゃいたいってところがあって、そこまでのパーツがですねじわじわと届き始めています。で、前回の動画ではこの LED のウィンカーをご紹介しました。ヤマハの純正部品ですね、ワイズギアで売ってるものなんですけども、一番信頼性が高いんじゃないかなというところでこれ選びました。で、次に紹介するのがですね、これなかなかマニアックなので重たいんですけど、これですね、アジャスタブルフットペグというものなんですが、ちょっと開けていきますけども、テネレってですね、シート高がわりかし高い方なんですよね。デュアルパーパスアドベンチャーバイクだし、で、それをですね、開発の白石さんとお話した時に、やっぱりそのシート高って最後まですごい悩んだということなんですけど、シッティングとスタンディングを繰り返す、それガチなオフロードシーンで走るライダーの方からすると、シートが低いところから立ち上がる、ずっとそのスクワットを繰り返すことになるんですよね。で、そうなると単純に持つシートが高い方が立ち上がってまた座ってまた立ち上がっている時に楽になるんですよね。その体をこう屈伸運動する距離が短くもなるので楽なんですよね。で、僕がパッと乗った感じで言うと、もっと単純にシート高い方がポジションもなんか決まりやすいというか、単純に快適なんじゃないかなと思って、で、それは別に僕の身長がどうこうっていう話ではなくて、なんかバイクのバランスをして今回市販車としてリリースするときには、その最大公約数みたいなちょうどいい間をついてるんでしょうけども、どちらかというとちょっと妥協寄りというか、どこか譲った部分があるんじゃないかなっていう気がしたんですね。気がしたっていうのは、まだその候補者をちょろっと乗ったぐらいしか乗ってなくて、自分の全然まだ時間も距離も乗ってないので、これが第5弾という可能性もあるんですけども、その海外試乗会をやった時に、世界中 そのラリーストとか、もうオフロードバリバリなジャーナリストに限定して呼んでいたと。で、その時に三橋淳さんが言ってるんですよね。で、皆さんやっぱ途中から、ちょっとサスペンションこうしてほしいとかっていう話がいろいろ進む中で、やっぱそのハイシート、通称ラリーシートというものだそうなんですけども、そっちの方がマッチングが良かったというふうに皆さんおっしゃってたそうで、で、それが日本国内で取れないんで、僕は海外通販でそれ注文して、で、 DHL からメールが来ました。もうすぐ発送しますよみたいな。だからそれが来るとシート高35ミリ上がるんですよね。で、35ミリ上がるとなるとですね、ステップも当然上げたいんですね。で、現状もう納車の日に僕何したかというと、純正のフットペグのゴム の上のラバーの部分だけ外して、もうポイって投げちゃったんですね。で、なんかもうグニョグニョする感触が嫌です。今度ポッとピタッとステップ踏みたかったんですけど、それだけでもステップ下がっちゃったから、いずれにしてもステップはちょっとグッと上げたくて、どうしようかな、これも近所アビレーシングさんでなんかワンオフしなきゃいけないかななんて思ってたらですね、ちゃんと純正であるんですね。素敵です。アジャスタブルフットペグ、適用機種 XTZ690、 テネレ700って XTZ690 っていう、それともその当時のバイクとこれ共通なのかな。こういう風に部品交換して、で、ここになんか間にこう何ですかね、歯車のような構造になっていて、その上に乗せてくるこのステップの角度をこういう風にちょっとこう変えるように、こう回すことができるそうなんですね。だから自分のブーツとか乗り方によってビタッと合わせられるんじゃないですかね。なるほどなるほど。重たいです、フットペグ。これ上げてみましょう。さてさて、ちょっと長い前置きになってしまいましたが、実際どんなものなのか見てみましょう。なんか新しいバイク買って、こうやってだん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 とパーツ集めていったり、これで何しようかなって考えてるとき楽しいですよね。RPG のゲームの時の勇者の名前とか、勇者の職業とか、ステータスの割り振りを考えるときみたいなやつ。なんか遠足の前夜じゃないですけど、いざバイクってカスタム本当に終えちゃうと、もうあとはもう乗るだけになっちゃって、カスタムってそのどっかでまた区切りつけないと延々やることにもなるから、思い切りは必要なんですけど、一気にやるのもったいないかなとも思うんですけど、とりあえず最低限自分の体に合わせる、今回裾直し的なカスタムの部分なので、僕はですね、もう速攻でノーマルを堪能することなくやっちゃおうと思います。これはどういう構造ですか？どういう構造ですか。あ、下もここくっついてるんですね。よいしょ。さあ、これで上の、あ、化粧ケースみたいのがまず取れました。で、中身がこんな白い箱になっていますね。これはどこをどう開けるんですか。梱包がすごいしっかりしてますよ。はい、あ、出てきた。まずですね、中にも説明書がいますね。中のインストラクションマニュアルはですね、
英語とイタリア語となんとか語になってますね。作業時間は12分ってなってますね。慣れてる方で12分ってことは僕はもっと時間かかるでしょうね。まあしっかりとマニュアルが入ってきて、最終的にはこういうふうにここの角度をこの辺ですかねを変えることができるもののようですね。素敵素敵で、ごつくなるから見栄えもごつごつごつくなるから見栄えも相当良くなると思うんですよね。なんかちょっとずつテネレに高級感というかよりヘビーデューティー感を足していくと、セロー方向ではなくてダブル R の方向にちょっと寄せられるんじゃないかななんて思うんですよね。まあ開発の社員さんもともとダブル R 作られた方ですから、おっとおっと、あ綺麗、仕上げが綺麗。あやっぱノーマルっていうかメーカーが作るものっていいですね。削り物とかこういうのってやっぱメーカーのものってかっこいいな。なんか これ多分なんかベースになってくるスペーサーとか固定するもののようなんですけども、全部仕上げ綺麗ですね。でボルト類とこれが、あーはーはーはー、なるほどなるほどなるほど。あでここがこの回せる部分ですね。これが回せる部分、はーはーはー、なるほど。こっちの箱がこっちだってこと、こっちにボットペグ本体がいるわけですね。わーかっこええ、かっこよす、あー楽しい。これの状態で試乗車乗る乗らないでまたいろいろ感覚変わるんじゃないですか。よいしょ、重たい、こんなものです。まあこれにもラバーついてるけど、このラバーは外したいな。これ外れるラバー、あ簡単に外れた、あネジで止めることもできる、これ好き好きですね。まあ片方外してみますよ。これ外すとこんな金属むき出しの感じ、こっちの方が見栄えかっこいいですよね。ブーツしっかり引っかかるし、ただこれまた高さが結構減っちゃうのか、これ悩ましいな。これは一回ちゃんとこの状態で乗ってみないとあれかな。でさすがヤマハの純正部品なので、このここにヤマハの刻印がこんな風に入ってますよ。造形かっこよくないですか。ごつい、ごつ、かっこよ、すげえかっこいいじゃん。うわー存在感あるね。いやーこうでしょ、ダートとかオフロードなマシンっていうのは、まあ、もっとここのギザギザが立つ方向にカスタムするのも大ありだと思うんですけど、まあ、僕その通勤号でスピード出ても首都高のスピードぐらいなんですね。で土の上を走る予定は今のところはないので、そこまでめっちゃギザギザにすることもないから、これかえってちょうどいいかもしれない。でもここのパターンっていうのもきっと、例えばテックセブンとかテックテンみたいなオフロードブーツとしっかり噛み合うような、まあ、ある程度その攻撃性っていうとブーツ化を痛めちゃうからなんですけど、グリップ力っていうのはやっぱりこれ設計されてると思うんですよね。いや純正にしてよかった、かっこいいじゃん。わ重た、なんかこのなんだろうな、こっちから見ると手榴弾みたいですけど、こっちのこのメカっぽい感じ、機械な感じ、かっこいいじゃないですか。じゃあこれを装着した未来の自分へどうぞ。ちょっとその前に箱の中をちゃんと見てみたらですね、こんな黒い本が出てきました。これ皆さんこのロゴって見覚えありますか。これ SW モーテック、日本でもこのバッグ類とか売ってるんですけど、まあ、旅用品メーカーといえばいいんですかね。もしかしてこれ SW モーテック製なのかな。あそういうこと、 SW モーテックの OE なのかな、ヤマハモーターヨーロップネザーランド、うん、そういうことなのかもわからないですね。ごつくてかっこいい、まあ、メーカー用に作ってるんだから肝入りで作ってるんじゃないですか。まあまあまあ、まあ、装着の日へどうぞ。2ヶ月後のことである。皆さんご無沙汰しております。12月の上旬になりました。フットペグをですね装着して、で実はですねもう装着のタイミングでブラックアルマイト加工まで済ませちゃいました。今回作業一通りお願いしたのが MV アグスタ正規ディーラーの近所 IB レーシングさんなんですけども、今回もありがとうございます。いつもカスタムお願いしてばっかりです。
でですね、今実際に見ていただいておりますが、どうですか？ベースプレートのシルバーの部分も一気にブラックアルバイトしまして、このステップ自体もですね、フットペグ自体もブラックにしちゃいました。なんかこの方が都会的な印象になったような気がしてるんですよね。シルバーだとオフロードモデル、まあ、コンペモデルっぽい雰囲気があって、ノーマルのフットペグも型自体かっこいいし食いつきも実際良かったんですけども、高さをもうちょっとこう上に上げたかったんですね。で、今回一連の作業で何やったかと言いますと、まあ、ハイシートに交換しました。これが先日裁断をさせていただいた時の開発プロジェクトリーダーの白石さんから教えてもらった、海外のローンチイベントやった時にジャーナリストの人たちが結局皆さんそのラリーシートを選択されたっていうところを聞いていたので、これはですね取り寄せて装着をしてシート高がガツンと上がって、僕身長183センチあるんですけど、僕の身長で、立ちこけができるぐらいつま先ツンツンな緊張感がある状態になりました。で、それに合わせてフットペグを上に上げたかったので、まあ、ワイズギアで購入したこの角度をこうくるんと回して上に位置上げられるんですね。で、真ん中にこのシルバーのネジの部分をこれ抜いてあげることで、ここを円で回せるので、高さを自由自在に変えられるんですね。なかなかこれ賢い作りしてますよね。で、僕はとりあえずまあハイシートにしたということと、まあ膝を曲げたかったわけではないんですけども、ちょっと下に遠かったような印象が、ノーマルシートでさえ遠かった印象があるんですね。なので、ここをこの使ってもっと上に上げる形でフットペグの位置を高さ上げることができました。で、それぞれラバーの、まあ、そのなんていうんですかね、足を置くためのクッション材みたいなものがいたんですけども、僕はそのちょっとラバーの感触どのみち好きじゃないので、いずれにしても外しちゃったので、本来であればもっと高く仕様はあるんですけども、やっぱり金属のペグを足でこうガツンと踏みに行けるという感触が好きなので、僕は外したまま使おうと思います。で、これ見た目ですね、まあ、ヤマハの純正部品 SW モーテックが作ってるようなんですけども、こんな感じですね。裏側から見ればヤマハロゴがちょっと見えるんですけども、まあ乗ってる自分からは全然見えなくはなっちゃうんですけども、まあ、ペダル自体がですね、比較的そのノーマルに比べると厚みが出たという印象があって、ブーツに対する食いつきっていうのは実はノーマルのモデルの方が僕はそのトゲ感を感じていたんですけども、まあ、オフロードを真剣に乗るのであればまたちょっとニーズ変わってくると思うんですよね。あとモトクロスブーツを履くとなると、またその体感も全然変わると思うんですけど、僕は普通に例えばそのフローシューズとか、まあ、串谷のライディング用のブーツを履いてこのペグをガンガン踏みに行ってるんですけども、しばらく通勤で手で乗ってるんですけど、今のところ感触すごくいいですね。で、どうしてもスポーツバイクばっかり乗ってきたので、ペグがこの棒1本これ細いものを踏むというのに慣れていたので、幅があるだけでですね、幅があるだけでもう結構ありがたくてですね、なんか踏み心地もいいし、で、本当は棒1本の足をこう前後に揺らしようはあったんですけども、だけどこの平べったいところの上でも力をかけに行けるので、まあ、多分これ雨とか何なら雪が降ってもちょっと不安な路面状況でも積極的にこう踏みに行けるんじゃないかなと想像しています。まあ、今回デザイン的なところでブラックアルマイトで真っ黒にしちゃいましたので、相当ノーマルと印象変わってるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。僕はまあここら辺一帯をですねブラックにすることで、なんかこの黒い心臓部というか黒ツヤな感じで、だいぶ大人っぽく格上げができたんじゃないかなと思って大満足しております。この一連の作業に合わせて、実はハンドル周りとか、まあ、あと、サイドスタンドとかいろんなところをですね真っ黒にしたんですね。まあ、前方については、セオトリカスタムが仕上がったところでまた見ていこうかなと思うんですけども、まあ、ノーマルの対比で言うとですね、こういう銀色だったものがこういう風に黒くなりました。バイクの部品でどうしてもここ黒のがかっこいいよねって思っていても、銀で来る時もあるし、まあ、様々なんですけども、色を変えることでですねノーマル部品でもかっこよくできるという一ついい例を作れたんじゃないかなと思っております。テネリンにお乗りの方で、まあ、ステップのこの位置を変えたいということであればですね、ワイズギアで売ってるこのフットペグ、僕はすごい有用なものかなというふうに感じています。オフロードで、テック10とかそういうあのモトクロスブーツを履いて乗るとまた印象変わるんでしょうけども、まあ、街乗り通勤ツーリングで使ってる僕としては今のところ大満足な、ステップでございます。でですね、まだウィンカーとかあとパフォーマンスダンパーとか、まだこれは取り付けをしていないです。こういうのちょっとじわじわやっていこうかなと思ってますので、僕のテネリがどういう風に化けていくのか、よかったら追いかけてください。そんなわけで今回はですね、ワイズギアのフットペグを紹介してまいりました。また次の動画でお会いしましょう。以上、レイがお送りしました。